はい。クリアおばさんのクリームシチューです。こんな感じでアクが出てきますからね。きれいに取ってあげてください。これは主に、まあ、牛肉から出てるのかな。まあ、玉ねぎとかもね。しばらくこんな感じでね、この工程ね20分間なんですけどね、どうでしょうね、アクは大丈夫かな。もうしばらくですね。これ切ってますか。よいしょ。どうでしょう、美味しいですか。うん、美味しいですね。どうでしょう。いいんじゃないですかね。よし、じゃあこれ入れますか。4つ。本当は火を止めるんだそうです。まだ牛乳が 125cc 入りますからね。大丈夫かな。お肉か。お肉だよね。この状態で5分間煮込んで、そして牛乳 125cc 入れて、また5分間煮込む。まあ、そんな感じね。このぐらいかな。
いや、もう入れようか。あと5分で完成ですよ。でしょうね。はい、これで完成ですね。はい。牛肉を使ってるクリームシチューだから。まあ、ギュリームシチューでね。ギュリームシチュー。それじゃあね、これは梅干し。これでいいか。そしてこれは昨日のホタテご飯の残り、温めました。そしてこれが海苔巻き。これも温めました。よし。で、クレオおばさんのギュリームシチュー。すごいね。そしてこれがチキンハンバーグ。3分間温めました。これだ。よし。そしてこれがオレンジジュース。じゃ完成です。これが奉納品ね。じゃあね、見ろ。こうして、そして
まあクレアおばさん、はい、これで私の分はできました。じゃあ何はともあれ、ジュリームッシュ、これは何がいい、これでいいか、牛肉、うん、クレアおばさん美味しいよね。お弁当に入ってた厚焼き卵、フルグラです。うん、あるけはい、それでは今回も美味しくできました。